も皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してまいりましょう。さあ皆さん音楽始めましょう。今日は特別編です。はい、今日の曲はこれ、ドーン、ルパン三世のテーマのかっこいい版だけを濃厚解説する動画いきたいと思います。このね、ルパン三世のテーマですね、ガズレレで2018年今から2年前に取り上げているんですけど、シンプル簡単バージョンは今日はそちらの方で練習していただければと思います。それをね、2年前のレッスン動画結構いい動画になってます。ここにリンクがあっています。ここで初心者の方はそっちでちょっとこのルパン三世のテーマやってください。今日はですね、上級者向けでございます。あれです、最初のイントロ、このイントロあるじゃないですか、こんなやつ、これを濃厚解説します。はい、これはですね、ちょっと時間かけてじっくりタブを使って解説していきます。はい、そうですね、ウクレレ興味ある方、本当今日は難しいけど、本当にどんな方でもあっという間にウクレレで弾き語りができる動画講座があります。ここにリンク貼っておきますから、ここでやってみてくださいね。はい、今日はそういうわけで初心者様は、そっちでやっていただいて、今日はちょっとね、上級者向けですよ、皆さん。やってまいりましょう。まず最初は、そうですね。演奏から行ってみましょう。デモ演奏して、その後にパートごと分けて、じっくりタブフで解説。はい。それでは、超かっこいいバージョン、ガズレレ流、ルパン三世のテーマ、やってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。まずテンポがもう速いですから、ね、勢いがね、あの勢いたまりませんね。もうなんていうのかな、あのスパイっぽい感じっていうかね、ルパンもう泥棒するみたいな、そんなムードテンション高まります。はい、これはですね、16ビートのチャですね。ものすごい速い16ビートのチャで、しかもカッティングが入ってるっていうビートが、基本になってます。つまりまあ赤なバーラワーのとこですね。ダンダダダッタッタッタッ、こんな感じでちょっとカッティングが入るとさらにこうグルーブが増すんで、まあ今日基本的には16ビートのちゃんとカッティングが混ざった、ちょっとファンキーなんだけどめちゃ疾走感があるという、相当この時点で難易度は高いんですけど、はい、今日はね、前奏のイントロからちょっと濃厚解説を始めていきたいと思います。まずですね、こうタブフ、ここ出しておきます。このタブフっていうのをこれ分かるといいんですけど、これ普通のタブフというちょっとコードっぽいタブフなんですけど、ちょっとここ見てください。0002って書いてあるじゃないですか。これね、上がね1弦なんですよ。下が4弦だから、つまり、0っていうのは開放弦ですから、4弦の2フレットを押さえろってこと。つまりここ Am ってことになります。この辺の感覚ちょっと覚えておいてください。でタブフ一応参考になると思うんで、タブフの読み方わからないよという方はここに解説動画リンク貼っておきます。概要欄のところにもタブフのね、解説動画でリンク貼っておくんで、ちょっとよくわかんないという方そこを見てもらうとわかるかもしれない。じゃあ解説していきましょう。まずちょっとゆっくりやってみると、せーの、はい、この難しいのはダダ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 、全部ダダって2個なんですよね。これちょっとこのタブフに合わせて矢印同士がつないでやると、ダダツ、はい、今の Am ですね。その次 Am を押さえたまま3フレット、ダダツ、
その次は Am を押さえたまま、この3弦の2フレット、ダーダーツ。その次また Am、ダーダーって伸ばす。はい。もう一回ゆっくり。ダーダーツ、ダーダーツ、ダーダーツ、ダーダー。これを、ものすごい早くやるわけですよね。どのくらいの速さかというと、このぐらいの勢いで速いんですよ。なんでこれはですね、2つで切るの難しいんで、3つ弾いちゃってもいいと思います。ダダ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 ダです。一個この、バッテンっていうか、チョンってなってるんですけど、そこも弾いちゃって、はい。これだと結構できるんじゃないかなと思うんですね。これです。ダダ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 と簡単。これができるようになったら、ダダツダダツダダツダダ。これ、2個でやるってことは、カッティングを毎回入れるわけで、この速さの中でカッティング入れるっていうのは、ニュアンスぐらいしか出せないと思いますね。なんで、まず最初のステップは、ダダ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 ダって3連で弾いてみるというのをおすすめします。それができてきたら、ニュアンスで、ダダツ、ダダツ、ダダツ、ダダ、この2を入れるというふうに考えておくのがいいと思います。ちょっとじゃあゆっくりもう一回、タブフと一緒にやってみましょう。せーの。はい。で、このタイミングなんですけど、一応 Am2 ブロック分にやってます。ダダツ、ダダツ、ダダツ、ダダー。はい。わかった？ダダツタスタダツタダー、2、2、3、4。ここでまず前半部分ですね。はい。次も同じ2ブロック分で、今度ちょっとフレーズが変わります。同じように、はい。次のバースのタブフを出しておきますと、今度また Am、ダダ、今度は、1弦の5フレットっていうのが出てくるんですよ。1弦の5フレットってここでしょ？遠いじゃないですか。だから、ここのフレーズの時は Am のこの部分を人差し指で押さえるのがいいと思います。こういう風に。そういう時は臨機応変にやる。はい。最初、Am って基本ここで押さえたいね。中指で押さえた方がいいよっていつも言ってるんですけど、フレーズの時でこの5フレット遠い時は、人差し指で押さえて小指で5フレットとか使うといいと思います。そうすると、Am5、また3行って、今度最後 E7 ですね。これね、1弦から2、0、2、1ってことはこう E7 なんですよ。よく見てもらうと、1弦が2、2弦が0、3弦が2、4弦が1でしょ。これ E7 です。そうすると、後半の方ね。こんな感じ。で、5、5、3、3、E7。はい。この辺。ちょっともう一回ゆっくりやってみようかな。せーの。です。はい。これ、そうそう、さっきの、ブロックで言うと、こういうブロックなら、Am と E7 の中で今のフレーズを。で、つてでつてでつてで、1、2、3。シンコペーションになってるんで、デレン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 みたいな感じになるのかな。はい。では最初からゆっくりつなげてやってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。ダダ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 ーン。ワン、ツー、スリー、フォー。ダダ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 ダーン。ワン、ツー、スリー、フォー。です。このフレーズをとにかくちょっと口で言ってみないとね、できないと思うんで、まず口で言ってみよう。ででってでってでってでーん。ででってでってでってでーん。ですからね。はい。ここをまずね、ここが一番難しい。一番最初のこのイントロのこのフレーズが、もうとにかく難しいんですよ。で、まあ、今のは2つで切ったんですけど、初心者っていうかもうちょっとね、レベルを落とすと3回連続で、ダダダダダダって3連で弾く。こっちの方が楽だと思います。2、3、4。はい、1、2。このダダ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 ダっていうバージョンは前回2年前にやった時はこれでやってるんですよね。 E7 に行くところが難しいよね。一瞬にしてこうピッと E7 に行く。はい、この辺がキーポイントかなと思います。はい、これはもう何回も何回もこのタブ譜をまあ書いたりして、あ、そうだ、これちなみにですね、こんな感じでガズのノートに書いてます。これですね、新しい2020年バージョンのルパン三世の楽譜ですけど、こんな感じでタブ譜を詳しく書いてる、やつ。これ、ガズクラブでゲットできますからね。このガズクラブってのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、ガズが取り上げてる今までやってきたレッスンの、もう何年、ね、1000曲ぐらいあるノート楽譜を、今日のね、ルパン三世のテーマもそこに入ってますけど、毎月5曲
お選びいただいてダウンロードして練習していただけますよという画期的なサービス、もうそろそろメンバー700人オーバーです、ご活用いただいております。そこでいろんな、ね、イベントだとかのもう面白いコンテンツ盛りだくさんで、ぜひ皆さんガズクラブでこの楽譜もゲットしていただいたりするといいかもしれませんけど、もちろん今の見ていただいてこのタブ譜をね、メモって練習してみるの、それもおすすめですんでやってみてください。じゃあ次のところ行きましょうか。今のフレーズが終わった後カッティングのフレーズがあるんですけど、ちょっとこの丸バツ見てください。ダダツツツツダダツツツツチャツツツ、丸は引く、バツはカッティングで、星はチャです。そうするとコード進行こうなんで、わかった、ダダツクツクダダツクツクチャカタカ、 G7 でもダダツクツクダダツクツクチャカタカ、ダダツクツクダダツクツクチャカタカ、このカッティング入ってます。はい、ちょっと早いんでね、これちょっとどのくらいの速さかというと、このぐらいです。速いって感じですよね。その後ルパンサーのところは16ビートのストローク、16ビートのチャでルパンサー伸ばす、こんな感じですね。もう一回いくと、ダダッ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 ルパンサーダーン、まあかなと入っていくと、E7 で最後伸ばした後はカッティングでリズムでつなぐっていう感じがいいかなと思います。ちょっともう一回やってみましょう。せーの、かなバーラーと入っていきます。さっき最後の一番最後の E7 のところで伸ばした後にちょっとこうこんな感じでカチャカチャ言わせてドラムのこのおかずを再現している、そんな風に思ってもらうといいかもしれません。ここも結構難しいですね。じゃあ、一番最初のイントロから今のところまで通してちょっとゆっくりめでやってみようと思います。 1, 2, 3, 4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 
最初のフレーズだね。まあこのカッティングはね、ちょっと本当ひたすら練習。この辺はね、はい、このカッティングのやり方はもう皆さん、ここを見てくださってる人は見てくださってると思うんですけど、まあ一応そうだな、16ビートのチャットカッティングのやり方、ここにリンク貼っておきましょう。このリンク先はウクレレでできるリズムの入れ寄るというガズレレホームページを1枚で、カッティングと16ビートのチャット、そこで動画でしっかり解説します。特にカッティングのね、練習はそこでめちゃくちゃ役に立つ動画になってますんで、見てください。そうすると今の、こういう感じのができるようになります。まあ、すぐにはできるようなリズムではないんですけど、これ面白く脳トレとしてやってるうちにね、知らないうちにこう身についてくるものだと、時間かけてじっくりやっていきます。で、その次のフレーズはですね、マカナバーラ、ここも16ビートのちゃんとカッティングだよ。唇かっこいいよね、優しく抱きしめて、次にフレーズがきます。トゥレット次ねーだ、このフレーズ、これをタブ譜で出しますね。これはね、こっちも難しいです。ではまたこのフレーズ、このタブ譜で、解説していきましょう。これは結構よく見てくださいね。もうこれは結構深いですよ。まず最初、3つ並んでますね。また200なんで Am。この最初のブロック行くと、ってなります。その後、×が5つ並んでるでしょ。これタイミングですよ。ダダダ、チュッ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 。はい。ダダダ、カッ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 カ。はい。ダダダ、1,2,3,4,5。このリズム。その次、Am を押さえたまんま、一弦の3、5になります。これ難しい。ただ、はい。もう一回いくよ、最初から。せーの。ただ、その次、また、2弦の3フレットと Am。はい。これ前半。もう一回最初からいきます。せーの。はい。だだだ、かっ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 か、ででかっか、ででかっか。このかって言ったところがバツになります。はい。これ前半ね。はい、じゃあ後半のところの、このフレーズの後半のところ行くと、ちょっとこれゆっくりやってみます。だだだだ、F、F、E7。
この今僕が F って言ったところは0102ってこれ F なんですよね。ここ0102は F で、その次の2021はさっき言ったように E7 になります。なので、こうなりますよ。もう一回ゆっくり焼くと、ダダダダダダ E7。ここも×が入ってるんで、ダダダダツタツタタ。まあこんな風にちょっと止めていく感じ。ちょっと止めるの大変だったら伸ばしといてもいいですよ。ダダダダダンダダン。はい。最後の E7 はバシッと止めたいですね。ちょっともう一回後半のフレーズゆっくり。ダダダダツタツタ E7。はい。ここまでです。ここのフレーズ最初からやってみます。せーの。ダダダカカカカカ3、5。ダダツツタダダダ F、F、E7。いやー、どうですか。これは結構ですね。ちょっともう一回。もうちょっと早めでやってみるとこんな感じ。せーの。早いですね。はい。これだから、またここ Am、ここの人差し指で全部いいと思うね。F に行くときに、ここがパッとこう行かないといけないんで、ここ忙しいですけど、はい。パッ、この F、F と E7、大忙しです。ちょっと今早かったかな。もう超ゆっくりね。せーのー。山盛りですね。どのくらいのテンポでやるかっていうと、これは結構早いんだよな、曲の中のね、そのオリジナルの感じでいくとね。せーの。You told me no, Ockney みたいな感じです。この速さでやるのは至難の技でございます。はい。もういよいよ大詰めでございます。あと最後の前に、その後ちょっとフレーズが、決めが入るな。瞳の奥に獲物を映して、寂しく問いかける。次は伸ばして愛のありか。ここ A マイナー D マイナー A マイナー、ここはシンコペーションマーク、リズムが前にスコンと食い込んでるから、ダンダダンダダン、こんな感じです。ここはかっこいい。寂しく問いかける愛のありか。はい。ダンダダンダダン、ここにはって入っていく。ここがかっこいいところですね。で、その次のパートはですね、もうボーカルがいきなりドーンとこう、めちゃくちゃ音程が上がるんでね、もうなかなか厳しい。そこにはジュンとこんな感じでいきます。で、その最後のとこ。例えるなら、空をかける、一筋の流れ星、ルパンさん。ここ、ダダッ、ダダッです。決め、ダダッ。だが、ここはかっこいいですね。これもう一回いくよ。糸すちの流れ星。ルパンザ、このルパンザサードっていうところに、このルパンザサードという言葉と同じ、ダダッダダーって感じで合わせる。ダダッダダッダダッダダンダタスタスタダダダ。最初のあの、イントロから A メロに入るときみたいに、ちょっとドラムみたいに、こうカチャカチャでこう繋ぐみたいな感じです。もう一回。問えるなら、空をかける、一筋の流れ星、ルパンさー。こんな感じ。ダダツクツク、ダダツクツク、ダダッタターン、ダダスタスタ、こうどっくんなー。こんな感じですね。この、ここもカッティングだね。ダダツクツク、ダダツクツク、ダダッタダーってことですね。はい。言葉に合ってる。この、ルパンザサーって。はい。ここがキーポイントです。さあ、いよいよ最後のフレーズに近づいてきました。孤独な笑みを夕日にさらして、背中で泣いてる男の、一番最後。B がルパンザサー。こう、シンコペーション。ルパンザサー。シンコペーションというのはリズムが前にズコーンと食い込んでくるっていうね、ものでございまして、このシンコペーションでこの躍動感満載ですね。ここも、ルパン、ザ、サード、このサードに合ってるからね、比較的やりやすい。はい、シンコペーションを入れて、はい、最後にまた、途中で入ってた決めの親戚みたいなやつが出てきます。またタブ譜出します。途中までは、先ほどの感想で出てきたフレーズと全く一緒です。そこまでやってみましょう。せーの。ダダダカカカカカサンゴダダカカ、はい、ここはいいですね。その次ちょっと変わります。カカ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 カサンゼロゼロ、はい、ちょっとこのリズム裏で来る。はい、最初からやってみますと、はい、
ダダダカカカカカサンゴンダツクツクタッタッタッ最後タッタダッタッ、はい、ここね、はい、このフレーズダダダダレッダレッツタッタレッタ、このタイミングちょっと後で入ってくるのがちょっとここキーポイントね、ダダダツクツクタダッタ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 ッ、はい、これで終わり。いやー、山盛りですね。とにかくこれはね、いろいろ整理すると、16ビートのちゃんとカッティングと、まあ、タブ譜とシンコペーションですね。はい。ちょっとファンキーで、しかも疾走感満載。これはなかなかね、スピードを早めるとめちゃくちゃ難しいんで、めっちゃゆっくりだったら結構いけると思います。ちょっとゆっくりバージョン仕上げにもう一回だけやってみましょうか。はい。じゃあ、ルパン三世のテーマ、かっこいいバージョンなんだけど、ものすごいテンポをゆっくりしたバージョン、やってみる。ワン、ツー、ルパンさまあかな。フレーズきますよ。くれとここですよ。ねだる瞳のちょっと入って、獲物をぶつして寂しく問いかける、愛の次も決めありか、ここシンコペーション。ルサールパンルサー、最後エンディングのフレーズ。イエーイという感じですね。はい、やってみました。これはだからまあ難しいです。めっちゃ難しいから、ワンフレーズずつ本当にこう、なんていうの、修行のようにやるのがいいんじゃないかな。特に最初の出だしのやつがね、一番難しいです。まあ、さっきも何回も言ってるんですけど、ダダッダダッダダって2回だと難しいんで、ダダ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 ダ3連にすると比較的簡単になるかと思います。まずそれでやってみてというのがいいかな。もう最初テンポ超ゆっくりで やってみるのがポイントでございます。慣れてきてどんどん速くなっていくというのがいいと思うんですけど、もちろん、まあ、今更ですけどね、肘で弾いていてはもうとてもじゃないけど弾けませんよ。手首とかこの指先まで使ってもうすごいしなやかに。これがキーポイントです。16ビートのチャのそのビートの中でこのフレーズを入れていくわけですから。そのフレーズのとこになったらリズムがさ、よれちゃったり、ゆっくりになったりしちゃだ、なんか、わーってなっちゃうんで、その A メロとか普通の歌のところとフレーズのところ全く同じこうテンポ感でやりたい。そのために体をこう揺すって、こうグルーブでもう体でこうノリを作っていくという、その辺のところが難しい。雲あり面白いところでもある。これはなんで、もう本当にもう1年かかりとか、長いスパンでね考えてやっていきましょう。さあ、いかがだったでしょう、今日のルパン三世のテーマ、かっこいい版超濃厚解説動画、ディープに行ってみました。はい、そういうわけでね、さっきもちょっと見せたけど、このガツのノートみたいなこんな感じで書いて自分自身でやってみるのもいいかなと思われます。ちょっと今日このタブー優先にしたんで、ちょっと普段より見づらくなってますけど、こんな感じでね今ガツを演奏してます。ここも濃厚になってます。ここにシンコペーションのマーク入ってきたりとか、こんな感じ。これも一時停止で、まあ、参考になれば見といてくださいという感じでございます。はい、でこれ、まあ、ガツクラブでもこの楽譜ゲットできますし、さっきも言ったんですけど、2年前に撮った2018年に撮ったルパン三世のレッスン動画、初心者さんはまずそっちでシンプル簡単バージョンやってみるのをおすすめしますんで、ルパン三世もあっちからこっちから
大盛りで楽しんでいきましょう。さあ皆さん、この音楽をやるという楽しみね、今度周りの方にもぜひお伝えください。その時にこのガズレレ YouTube チャンネルご活用ください。チャンネルにいいねだとかチャンネル登録ぜひともよろしくお願いします。そしてガズレレではですね、もうほんといろんなことやってるんですよ。先ほどもちょっとお知らせしたガズクラブ、これももうすごい大変盛り上がってますし、アプリもあるんですよね。アプリでもう曲の楽譜がゲットできるとか、リットミュージックさんというところからもう3冊本が出てて、もうそれもそろそろ10万部に届くというもうベストセラーになっております。あとウクレレの販売もしていますが、すぐ本当おかげさまで完売状態なんですけど、今ただいまねご注文いただいている方も本当お待たせしております。もう少々お待ちください。まあ別の目で毎日作ってます。そして初めてウクレレという初心者様にもいいし、誰かにプレゼントする時にもいい、リーズナブルですごくねいい感じのウクレレなんですけど、今ちょっと完売しておりまして、なんとかクリスマスのプレゼントぐらいに間に合うようにギリギリ皆さんに届けられるかなということですので、ちょっとお待ちください。ホームページでチェックしていただけると最新情報がわかると思いますので、どうぞよろしくお願いします。楽しく音楽やっていこう。それでは皆さん、ごきげんよう。さよなら。